どうもしゅんです。こんにちは。アキラホームは大工出身の社長が経営する創業45年目の会社です。僕は21歳の時に起業し、周りから早いねって言われてたんですけど、アキラホームの社長はなんと19歳の時に独立し、大工としても経営者としてもいい家作りにとことんこだわり続けているそうです。だからこそ細かいお客様のこだわりまでも実現してしまうということで、徹底したお客様視点が素敵だなと思い、今回密着をさせていただきました。実際の家作りのこだわり、そして熱い営業職社員さんの一日をぜひご覧ください。おはようございます。入社6年目の営業やってます、吉田と申します。今日はよろしくお願いします。では今日の予定、吉田くんからお願いします。はい、本日午前中ですね、丸山様の最後のお打ち合わせとなっております。いろいろ相談乗っていただいたおかげで、なんとか自信持って今日臨めそうかなというところで、昨日はおかげさまでゆっくり眠ることができました。ありがとうございます。やるだけやってきたんで、今日は一人でできるところまでやってみましょう。困ったことがあったらいつでも来てもらって、すぐサポート入るんで、はい、よろしくお願いします。朝礼を閉会します。本日も一日よろしくお願いします。今は何されてるんですか？一日の振り返りをまず最初にします。どうしても営業ってこう外出したりとか、パソコンのずっと前にいるわけじゃないので、お客さんの前とかでもスケジュールが確認できるように、手帳の内容とのすり合わせと、確認っていうところを今してます。一日のスケジュールの確認が終わったんで、午前中の打ち合わせのお客様の資料の確認をします。打ち合わせの前の段階で前日に準備した資料の内容っていうのを改めて振り返って、伝えたいことの確認だとか、これ漏れてないかなとかっていうところの確認を必ずします。もうすぐこれから打ち合わせのお客様がご夫婦でいらっしゃいますので、来るまでちょっとお出迎えに待ってます。これまで何回も何回も打ち合わせをさせてもらって、もう土地も決まってきたんで、アキラホームで進めていただければなっていうところの打ち合わせを、なんで緊張しながら待ってます。ぶっちゃけその契約が決まる可能性って何パーセントぐらいですか？自信を持って 100% で臨みます。自信がなきゃダメです。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。前回ですね、先週の段階で、リビングこんな感じにしたいとか、あとはキッチン周りこんな感じの作りにしたいとかっていう要望を伺わせていただきまして、でそちらの内容をもとに、今回こういった形でプランをご用意させていただきました。なんか縦長で少し細めのやつとかの方がすればいいかな。はい、こちらももちろんできます。このような形で、はい、そんなにこう目立ちにくいというか、はい、自然な印象で、竹もこう縦にシュッとした感じなんで、元もシュッと並べてあげると、より整って綺麗に見えるんじゃないかなと、思います。吉田さん、お疲れ様です。契約が取れたようにも取れなかったようにも見える表情なんですけど、はい、打ち合わせも長かったんですけど、ご契約の方いただけることになりましたって。ありがとうございます。ちなみに何回目ぐらいの受注なんですか？はい、今月はお二組目のご契約っていうところで非常にホッとしてます。契約したらもう第一関門クリアじゃないですけど、一つ区切りみたいな感じですか？お客様にとっては契約した後の打ち合わせっていうのが本当の意味でのお家作りのスタートなんで、ここで終わりではなくて、ここからまたさらに気を引き締める思いで私も頑張っていこうと思います。ご紹介させていただきます。今ちょうどいるのがリビングになります。約10畳ほどの広さございまして、なかなか見ないと思うんですが、まずこの段差あるかと思います。単なる段差ではなくて、空間を広く見せるためのダウンリビングというようなものになっています。リビングにいる時の天井の高さも高くなって、かつこちらの窓を見ていただくと、全面大開口の日当たりのいい差しとなっております。広さを感じられるような作りっていうのができます。でもう一つのポイントとして、床材と外のタイル、同じ素材のものを使ってます。同じものを作ることによって外との奥行き感演出がされますので、より広く見える効果っていうのもございます。次、ダイニングご案内させていただきます。こちらのダイニングスペースは先ほどのリビングとは違って、上に吹き抜けという形で開放感を持たせております。よく吹き抜けっていうと冷暖房効率ですとか、あったかい空気が上に行っちゃうんじゃないかなっていうような不安も持たれる方いるかと思うんですが、あえて2階まで全部吹き抜けにせずに、途中のところで吹き抜けを止めるという、ハーフ吹き抜けなんていうようなものになっております。そうすることによって、吹き抜けで懸念点とされていた光熱費のところの解消にもつながりますので、より開放感のあるリビングは下に下げて、ダイニングは上に上げるというような作りになっています。もう一つポイントとして、キッチンはですね、結構見た感じ、手元がこの壁が高くなってるなっていうのも
あるかと思うんですが、まあ、女性の方からするとですね、まあ、キッチンの手元が見えないっていうのはすごく生活感も出ずに見た目もスッキリする部分だと思います。実はここの壁の高さって自由に調整することができるので、壁を作ることによって調味料の置けるようなスペースを作ったりですとか、コンセントをつけたりとかすることもできます。その一方で逆にこうではなくて、まあ、よりキッチンでも開放感が欲しいなっていう方なんかはこの壁自体を完全になくしてしまうこともできますので、まあ、お好みに合わせてご提案することができます。でもう一つこちら食器棚になります。弊社オリジナルの食器棚になっておりまして、まあ、中の大容量の収納はもちろんですね、弊社の食器棚ですとこういった間仕切りすることが可能です。こういった空いてる状態よりかは、まあ、閉めてあればより生活感も出ないっていうところで結構女性の方には人気のものになっております。で特にですね、やっぱこういったゴミ箱なんかは表に出ているよりも中にしまえるっていうところは非常に魅力的なところかなと思います。いや、めっちゃ住みたくなりました。あ、本当ですか。はい、そう、ぜひ住んでいただいていただきます。いただきます。今日のランチ仲間はどういうご関係なんですか？はい、後輩2人です。皆さんはどういう経緯でアキラホームさんに入社しようと思ったんですか？もともと就活の時に住宅メーカーの営業を主に探してて、インターンも参加させていただいてて、どうやったらお家が綺麗に見えるかっていうデザインコード研修っていうのがあったんですね。それが興味深くてすごいなって純粋に思ったんですね。アキラホームだったらキャリアエントリー制度っていう制度を使っていろんな業種にチャレンジできるっていうところが挑戦できる環境だなと思ったので入社しました。父が建築業に営んでいて、父の友人がアキラホームの仕事をしたことがあってんですよね。でそんな話を小さい頃から聞いてたんで、まあ、元々興味はあって、現場の人だからこそ分かる、いい家作りしてるよみたいな話を、まあ、当時は分かんないながらでしたけど、ちゃんとしてるんだなっていう印象を受けて入社した感じですね。実際入社してみて期待してたところのギャップとか、いい意味でも悪い意味でも何か変化、思い描いたものとも違いとかになりました。いいギャップなんですけど、入社前は結構住宅業界って男性がやっぱり多くて、女性の自分でもやっていけるのかなっていう不安もあったんですけど、入社してみて橋本さんもすごい優しい先輩で温かく教えてくださる方ばかりで、そういったギャップはありました。橋本さん、後輩への接し方とかどういう感じなんですか？私、配属されて初めての先輩っていうんですか、細かく教えてくれたなっていうのか、自分が気づかないところ、そういうところまでいろいろ教えてくださった先輩ですね。めちゃめちゃ高評価ですね。入社してみて、はい、良かったなと思うことありますか？入社する前から人がすごくやっぱり大事だなっていうのは感じてたので、上司であったりとか所長の方とか先輩の方とかいろいろ相談に乗ってくれて、まあ、こうしていきたい、こうしていきたいっていうのを伝えながら自分なりにできるっていうのはすごくいいかなと思って、大学の友人とかとも一緒に飲んだりするんですけど、3年目になってくるとこの仕事向いてないかなとかって言って転職したりとか、転職サイト入れててこういうの見てますとかっていう人も結構いたりするんですけど、そのアキラホームっていうのを感じる時に自分たちのやりたいことを実現できるような会社であるなっていうのと、人を大事にしてるなっていうのを感じるので、自分が恵まれた環境にいるなっていうのを感じました。それも安田さん、給電気今年も取ったんですか？ついこの間取った。どこ行ったんですか？長崎、佐賀行って、福岡。盛りだくさんですね。ご飯とかも美味しかったですか？うん、よかった。牡蠣小屋、海の上にイカダがあって。知ってるかもしれないです。で、炭火で。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はちょうど夕方の引き渡しまでの間に少し時間ができたんで、現場の進捗を見に来ました。まあ、よく自分は現場の上に来るんですけど、お客さんに現場の進捗をお伝えするためにっていうのもそうですけど、先輩とか上司がよく建築現場回っていて、でお客様への提案ですごく学ぶものが多いよっていうお話もよく聞いて育ってたんで、まあ、自分もよく現場には来るようにしてます。ちょうどお客さんが打ち合わせの時にこの欄間、はい、思い入れがあるっていうんで、取り外しもできるようにするかしないかどうしようかななんて悩んでたんだけど、はい、どうかな、うまくくっついたかな。現場ね、実際に見てお客様が決めたいっていうふうにおっしゃってたので、見てもらって、うん、で最終的に取り外しができる状態でやりたいっていうことだったので、うん、ビスで止めないで欄間をそのまま取り外せるように。あ、本当だ、はい、でこの間お客さんも実際に見てもらって、本当にすごく喜んでくれてました。こういう感じで現場で連携することも結構あるんですか？よく言います。
どうしても細かなところって現場で直接見て調整しなきゃいけない部分っていうのはあったりもするんで、少なくはないですね。まあプラスアルファは実際に工事中の現場っていうのをお客さんにも見てもらって、まあ、より安心して進んでいただけるように、まあ、立ち会いの機会っていうのは設けさせてもらってます。カウンターの下のところ、こうくぼみで電話を置こうか置かないかみたいな打ち合わせの時にお客さんすごい迷ってて、ホームの方もお客さんと連携されるんですね。現地に来て実際に見てもらわないと、図面上でイメージしてたものと出来上がって立体になったものがお客さんのイメージが本当に合ってるかとか、打ち合わせの時のお客さんのニュアンスを営業さんはよく分かっているので、そういう部分は私たちも分からないところなので、やっぱり営業さんともお客さんとも連携取りながら作っています。現場のお仕事ってめちゃくちゃ大変なイメージが正直あるんですけど、結構楽しいですか？私も最初から監督がやりたくて入ってきているので、もちろん大変なこともあるし、女性が少ないっていうのもあるんですけど、アキュラホームが大工さんはじめ職人さんがすごいいい人が多くて、むしろ職人さんに育ててもらってる。現場にいていろいろ教えてもらったりとか、現場に出るたびに自分の知識が増えて成長しているっていう実感があるので、すごくやりがいを感じています。でこれも良かったねって、やっぱり。あ、そうだね。めちゃくちゃ便利だね。この絶妙な高さだとやっぱ開放感もありつつも、こういう機能面もあって。良かったと思います。いや、ありがとうございます。本当に。まあ、無事引き渡しの日を迎えられたということで、なんか気になったこととかあれば、いつでも連絡いただければ駆けつけますし、今後ともよろしくお願いします。じゃあ失礼します。引き渡しお疲れ様でした。お疲れ様でした。でしたもう最高の気分ですね。長い時間かけてお客さんもいろんな思いの中で一緒に作り上げてきたマイホームなんで、これ以上ないぐらいの笑顔を見せてくれましたし、泣いて喜んでくれる方もいたりするんですよね。まあ、そういうのを見て自分自身もうるっとくることがあったりとかで、お客さんと長い時間かけてっていうお付き合いしながらする仕事って、まあ、そうそうないと思うので、まあ、そんなシーンに立ち会えるのは僕は本当に好きでこの仕事をやってます。一安心というかほっとしたっていうのが一番で、着工してからお客さんもだんだんできていく様子を見てきてくれて、で最終的にもう出来上がった状態ですごく喜んでくれるのを見るのがこちらとしても一番嬉しい部分ではありますし、お引き渡しで終わりではなく、これからも末永くお付き合いしていけたらなと思ってます。吉田さんはこれまで多分何件も引き渡し経験されてきて、はい、もう営業としてもプロフェッショナルをこう築いてこられてると思うんですけど、今後はどういう風になっていきたいとかはあるんですか？まあ、営業として、まあ20代のうちに所長になれるようにやっていこうと思ってるんで、まあ、そんな姿を見せられたら思います。今日の業務はもうこれで終わりなので、パソコンを閉じて帰ります。お疲れ様です。お疲れ様です。友達とフットサルをし遊びに行ってきます。